日本語能力試験。これから N 語の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題一問題一では、はじめに。 質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では始めます。 1>, 1番男の人と女の人が話しています男の人はこの後すぐ何をしますか何か手伝いましょうかありがとうじゃあ部屋を掃除してこのお皿を洗ってリンゴを切ってそれからジュースを買いにえそれはちょっとじゃあ掃除お願いします 男の人は、この後すぐ何をしますか 2>, 2番男の人と女の人が話しています。日曜日、女の人は海へ行く前に何をしますか 日曜日僕の車で海へ行きませんかインターネットでいいところがありましたからいいですねじゃあ私お弁当作りますね飲み物もああお弁当ですか嬉しいなでも飲み物は重いですからいいですよそうですかじゃあそうします日曜日 女の人は、海へ行く前に何をしますか三番先生が学生に話しています。これから学生は、どの順番でしますか今から、 紙芝居を作ります。先生、紙芝居は何ですかはじめにお話を考えてください。それから、この紙に絵を描いて、後ろにお話を描いてください。絵とお話を描いた後で、この絵を見せながらお話を読みます。いいですかはい。これから、 学生はどの順番でしますか。四番。男の人と女の人が電話で話しています。二人は明日どこで会いますか。明日のコンサートは四時からですから。 三時半に駅で会いましょう駅は人が多いですから会場の入り口はどうですか外は寒いですよそうですねじゃあ入り口じゃなくて中に入って待っていてくださいわかりました二人は明日どこで会いますか 5番女の人と男の人が話しています女の人は誰と京都へ行きますか来週京都へ旅行に行きますいいですね一人でいいえ母と姉と一緒に行きますお父さんは父は仕事が忙しいですからそうですか女の人は 誰と京都へ行きますか六番教室で先生が話していますこの学生は机の上に何を置きますか今からテストをしますから 机の上のものはカバンに入れてください。先生、鉛筆と消しゴムもカバンに入れますかいいえ、それは机の上に置いてください。先生、時計は時計はいいですが、携帯電話はダメですよ。はい、わかりました。この学生は、机の上に何を置きますか 7番男の人と女の人が話しています男の人は女の人といつどこへ行きますか鈴木さん僕明日友達と山へ行きますが一緒に行きませんかとても綺麗な山ですよすみません明日は山田さんとコンサートに行きますからそうですか 残念だな。じゃああさっての日曜日に一緒に食事をしましょうええじゃああさって男の人は女の人といつどこへ行きますか 問題2問題2では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では、始めます。 1>, 1番デパートで男の人と女の人が話しています女の人はどのカバンを買いますかこの白いカバンどう白はちょっとねこの黒いのは黒いのはうちにあるからもう少し大きいカバンがいいなじゃあこれかなそうね

AB ホテルですか ?AB ホテルは、駅の前の道を右に行ってください。あの道を右ですねええ、そうです。左側にありますよ。右に行って左ですね。ありがとうございました。AB ホテルはどこにありますか 3番男の人と女の人が話しています女の人はいつからアルバイトをしますかじゃあよろしくお願いします明日から来てくださいえ明日はちょ,ちょっとじゃあ明後日の木曜日からはすみませんが来週からお願いしますわかりましたじゃあ 来週月曜日から来てください。はい。女の人はいつからアルバイトをしますか四番男の人と女の人が話しています。 女の人は毎日何時間インターネットをしますかああ、疲れた。朝から元気がないね。昨日の晩遅くまでゲームをしていたから。うん。いつもは3時間くらいだけど、昨日は5時間やったからちょっと疲れたよ。そう。私も毎日2時間くらいインターネットするけど、ゲームは全然しない。そう。面白いよ。 女の人は毎日何時間インターネットをしますか五番先生が話しています試験の答えは何で書きますか今から試験をします 試験の答えは鉛筆で書いてください。ペンやボールペンは使わないでください。間違えたところは消しゴムできれいに消してください。わかりましたかはい。試験の答えは何で書きますか 六番。女の人が電話で男の人に住所を聞いています。正しい住所はどれですか。もしもし、そちらの住所ですが。東町一の十二の十二ですよね。いいえ、東町じゃなくて西町です。西町の。 一の十二の十三です。あ、そうですか。西町の一の十二の十三ですね。はい、そうです。ありがとうございました。正しい住所はどれですか。 問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では始めます。 1番「会社の人と一緒に旅行に行きたいです」「会社の人に何と言いますか?」「1」「一緒に行きませんか?」「2」「一緒に行きましたか? 3」 一緒に行きたいですか。二番。会議が始まる時間がわかりません。なんと言いますか。一。今日の会議どこでしますか。 二。今日の会議。何時からですか。三。<3 S 1> 今日の会議。誰が出ますか。三番。パン屋でパンを買います。 店の人に何と言いますか 1, 1このパンください <S 2, 2 <S このパン買ってください3このパン買いますか 4番、「友達の本を借りたいです。友達に何と言いますか? 1」「その本もらってください」2> 2「その本借りてください」「その本貸してください」 5番、友達が旅行から帰ってきました。友達に何と言いますか1、旅行、どれにした2、2> 旅行、どうする3、旅行、どうだった 問題4問題4は絵などがありません。文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では始めます。一番 すみません、10分くらい待ってください。1ええ、いいですか2 2> ええ、いいですよ。<3 S 2> ええ、いいですね。 2番、お腹がすきましたね。1、そうですね、食事にしましょう。2、2> そうですよ、お腹ですよ。3、そうですね、好きですよ。 三番。木村さん、絵が上手ですね。一。いいえ、好きですね。二。え、下手ですか。三。ありがとうございます。 4番、新宿まで何で行きますか ?1、友達と行きます。2、明日行きます。3、バスで行きます。 5番日本語の勉強はどうですか 1, 1はい日本語の勉強です 2, 2とても面白いです3はいこれです 6番、あの人、誰 ?1、あの人よ。2、2> 私よ。3、高橋さんよ。 これで、懲戒試験を終わります。